コラボ最強弁護団で、ひときわ強い個性を放っている、懲戒請求に強い弁護士こと、中川拓弁護士。そんな中川弁護士が、ツイッターで女性に粘着して、本人から真剣に嫌がられる、という一幕がありました。弁護士が何やっとんねん一体。それでは本人たちのやりとりを引用しながら、流れを追っていきたいと思います。金目ゆき子様のツイートから引用します。Twitter で私や SWSH を叩く人々がいるのは、当初私は性労働についての考えが異なる方々がいるという認識でしかなかった。しかし最近共産党の新日本婦人の会の方々がいくつもアカウントを作り、私を叩き続けて裏付けと名前を教わり、私の中でバッシングの意味が少し変わった。結局また共産党かよ。今まで真面目に考え方の違いの部分を考えてきたけど、ああ共産党ならしょうがないよね、だって共産党だもんね、ととても腑に落ちた。5月の新宿での AV 新法は性売買を合法化するから反対という集会では、選挙で使うような立派なスピーカー機材や車両が手配され、同日どこで周知されたのかよくわからないが、地方での同様のアクションへの動員などを思うと、いろいろ腑に落ちていくのは私だけだろうか。共産党は選挙の時は、売買防止法制定運動をしたキリスト教の婦人団体強風会が支持団体になってきたし、強風会は議員会館で売買春反対の集会すれば、平日昼までも100人以上の女性たちを動員してきた。つまり反セクマルスワークで共産党が動員できるのは新日本婦人の会だけではない。私が要さんは選挙に落ちてよかったと思うのは、この手の陰謀論ツイートや先日のお辻さん叩きなど、政治家としての資質に欠けると思うツイートが多いからです。この点は私のツイートだけでは情報が不足していたかと思われますので、今後は必要性を感じた時は触れていこうと思います。私はお辻さんを指して批判したことがありませんし、誤解する人にはその旨返信してきてます。勝手な決めつけやデマはやめてください。共産党支持者に反セクマルスワークのアカウントがどれくらい多いかは、これからTwitter分析のプロの人にお願いしてみますね。さっきもお伝えしましたが、私にもう絡んでこないでください。お願いします。私はあなたに絡まれるのが辛いです。しんどいです。やめてほしいと言っていることはやめてください。中川拓先生は弁護士なのに、やってることがストーカーみたいですよ。嫌だやめてと言ってるのにしつこく攻めてくるのは、風俗にくるく丸客みたい。中川拓弁護士から付きまとわれて困ってます。嫌なのでやめてくださいと伝えてもやめてくれません。しかも、今後も絡むと書かれて怖いです。女性に対する SNS 上での嫌がらせや付きまとい行為を許さないでほしいです。弁護団として堀新先生、大田恵子先生、助けてください。中川拓さんにはデマまで流されました。セクマルスワーカーの活動している人にはここまでひどくなれるのだと思いました。許せません。私が大田恵子弁護士に助けを求める上記のツイートをした後、太田さんは、私に対する当該のデマツイートや私の落選喜ぶ数々のツイートにいいねを押しまくってました。どういう神経されているのでしょうか。私は相談者に頼りになる女性弁護士の一人として、たびたび太田さんを勧めてきました。なので太田さんを信じて助けを求めた直後に、そういうことをされて、二次被害を受けた気持ちになってます。コラボ弁護団、全員やべえなこれ。過去のツイートとか全部掘ってみると、いろいろ出てくるかもしれませんね。そりゃ暇そらあかね様から2回も懲戒請求されますわ。中川弁護士に説教しとくと、わざわざ引用リツやリプで本人に絡みに行くのは、マジで迷惑なのでやめた方がいいですよ。自覚ないんでしょうけど、そういうのって相手の耳元で大声で叫んでるのと同じような行為ですから、こういう風にわかりやすく例えると中川弁護士でも理解できるでしょうか。ただ日本には言論の自由というものがありますので、リプや引用リツではなく、いわゆるエアリプで言及する分にはまだ良いんじゃないでしょうか。しかし太田恵子弁護士も立ちが悪いですね。コラボはいいねやリツイートも訴訟対象になりうる、みたいなこと言っといて弁護団がいいねしてるのか。最後までご視聴ありがとうございました。